はい、皆様こんにちは。ボンバーモセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はあくまでもモセ姫あごめんなさいモーセ国の話となり、フィクションとしてお楽しみください。はい、先日誕生日が来たお皿です。まあ何人目のお皿なのかわかりませんが、まあ、とりあえず今メディアに出ているお皿の半年の流れ見ていきたいと思います。今年の10月から10、11、12、1、2、3、3月までの流れ見ていきます。もうね、こうね、みんなお皿が割れることを、ね、期待しているんですけれども、まだですかみたいな。クローバーライダー、よいしょ。さあシャッフルしましょう。はい、これはダブルルノルマンになります。よいしょ、ね、お皿お皿お皿。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあまず中心のカード、はい、あと1枚ずつ出していきます。裏とりあえず何か見てみましょうか。本です。はい、じゃあまず中心カード、さ、開いていきます。まあね、どのお皿かわからないけど、今メディアに出てるお皿。はーい、お、棺桶出たよ皆さん喜んでらっしゃいますねはーい、棺桶に花束。いや、いいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。なんかこうね、もう本当ね、やっぱりまあこういうことをするのはけしからんっていう方もいらっしゃるんだけどさ、でもやっぱりこれだけやっぱ嫌われてるのも理由があるじゃんね。となると、多分今この棺桶が出て、もう喜んでる人が 120% ぐらいいるんじゃないかと思ってます。この花束もなんかそういう風に読んでいいのかなと。はいはい、まず出ました、棺桶。じゃあね、10月、ここ10月、10月から10、11、12、1、2、3、はい、見ていきます。じゃあ10月です。さて、おお、クモとネズミだから、はい、体調良くありません。うん、免疫力もとても下がってます。なんかね、目も悪くなってるんじゃないかなと思ったし、なんて言えばいいのかな、妄想癖っていうのかな、なんかそういうのもあるような気がする。こう視界がね、暗かったりとかね、こうモヤモヤしたりとか、なんかモヤモヤ病みたいな、なんかそんなのもある気がするのがまず今。はい、まずこれ10月。はい、そして11月。11月、ワンちゃんと魚。なんか中旬以降にね、なんかこう、なんかね、足取りとかちょっとしっかりしてくるような感じ。なんかウォーキングとか行くんでしょうかね。なんかね、この11月に関してはこう、ああなんか少し楽だわみたいな、そういう感じになるのかな。はい、11月。はい、じゃあ12月。さあ年内、よいしょ。さあ12月はじゃん、はい、クローバーとワンちゃんか。
まあ11、12っていうと、まあこの人にとってはまあ何でしょうね、ワンちゃんがね、こう2ヶ月連続出てるんですよね、ワンちゃんが。だからなんかこう忠誠心とか、なんか自分の信頼できる家来とか、なんかね、そんな感じ、かな。12。はい、じゃあね、来年年明け。あ、ごめんなさい、カードが切れてますね、すいません。よいしょ。魚と。よいしょ、ワンちゃんとクローバー。はい、じゃあ来年の1月。さあ、1月。お、来ましたね。出てきましたよ、雲。はい、雲とね、お皿のカード。今多分これリバースで出てたと思うんだけど、どうだろうか。なんかこう、このね、今のこのモヤモヤあるじゃない？この10月のモヤモヤが、なんかさらにこうディープになっていくような感じがして、こういろんなことが、もういろんなことが不透明。この人自身もなんかこうどうなるのかなっていう一歩手前っていう気がする。なんかね、皆さん速報待ってらっしゃるかもしれないんだけど、なんかね、まあまあそんな感じですよ。よくない。1月ね、1月、そうね、1月よくない。さあ2月。はい、2月です。さて、おっと、これどう見ますか、皆様。太陽と船、どう見よう。どう見よう、これ。どう見ますか。もう旅立ちじゃん、みたいな。旅立ちで、ね、極楽に行けるとは思えないんだけど、なんかこれ、ほら、ここもさ、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ。ここもどう言えばいい、なんか棺桶に花束って普通どう言えばいいのかな、こういうリーディングする人なかなかいないかもしれないんだけれども、やっぱりなんかこう花束ってめでたい出来事になるんだよね。で、この船出っていうのも、このめでたい船出って見ていいですかみたいな。はい。見ていいですかっていう感じ。で、まあ、ちょうどね、まあ、2月の3、4っていうと、立春で、また大きく、年が変わる時だから、やっぱ大きな節目になるんですよね。この2月っていうのが。あ、このね、この門出が、なんか私たちにとってものすごく嬉しい門出になる可能性あるのかな。もう1月からほら、良くないしさ。まあ今も良くないんだけど、まあちょっとだけ持ち直して、でも1月、さらにディープに悪くなる。そして2月、ね、門出。いや、可能性ありますよね。はい、じゃあ3月見てみましょう。さてさてさて、どんなカードが出るんだろうね。えい、出たよー。クロス、怒り。もう怒りっていうのは永遠にっていう意味なんですよね。永遠に眠る、ようやく。まあこれがさ、フェイク影武者なのか、なんか何人武者なのか、何人目なのか、よくわからないんだけど、もうなんかこう、この辺りですね。もう1、2、3も、もうむちゃくちゃ、むちゃくちゃ、もう、さようならって感じなので、いや、ちょっとなんか、YouTube 見た人からお叱り受けるかもしれないんだけど、まあ、しょうがないじゃん。こう、これだけのことをね、やっぱしてたからさ。で、ここに棺桶も出てるしっていうことで、今日はね、まあ、この半年の流れを見たんですけれども、もう1、2、3、特に2、3、むちゃくちゃ、もうなんかこう、あるんじゃない、なんかあるんじゃない、という感じで見ています。続き気になる方は、ここね、
オンラインサロンの方でこの残り半年の流れを見ていきます。いやー、どんなカードが出るのか楽しみです。ということで、はい、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。